テザー放送、鉄夫です。お疲れ様です。この感じ、なんか久しぶりですかね。おじさんのトラック人生劇場でございます。ある一部の人たちには、結構人気なトラック人生劇場でございますけれどもね。今回で第、7部 ?8 部、ぐらい。ちょっと忘れちゃいました。はい、すいません、忘れちゃった。ダフンだみたいな。ということでですね、やっていこうかなと。まあ、旅から帰ってきて、いろんな職を転々としてですね。まあ、最終的には、赤面工みたいな、そういうアルバイトしてましたよっていうところで終わったような気がしますね。赤面工、まあ、ロックールですね。ビルの内壁についている、古いビルの内壁なんかについている、まあ、防火剤というんでしょうかね。火事になった時に、燃えないような物質がついてます。まあ、綿になってるんですけど、それってまあ、燃えなくていいんですけれども、それが飛び散って吸い込むと発がん性物質が半端ないみたいな、そういう危ない物質なんですよね。それが古いビルについているので、それをお好み焼きのコテみたいなのが先についている長い棒で、ゴソゴソ、ゴソゴソ、こそげ取るみたいなね、そういう赤面工という、まあ、使い捨ての職人みたいなアルバイトをしておりました。なんですかね、ケレンちゃんって僕ら呼んでたんですけど、そういう、まあ、ケレン棒っていうのかな、ケレンちゃん、ケレンちゃんって呼んでたんですけど、それでゴシゴシ、こそげ、もうね、結構固めについているところとか、さらっと吹き付けてあるところとか、いろいろあるんですけど、それでまあ、ゴシゴシやるんですけど、結構ね、やっぱ大変で発がん性物質なんで、なんか原発の作業員が着るような、タイベックって言って、白い、もう何も通さないような服ですね。ああいうのをこう、バッチリ着て、こう、縛ってですね、本当に原発作業員みたいな格好で面をして、で、この面持ってきたんですけど、マスクですね、これ。ここはフィルター入れるようになってますね。フィルター抜いてありますけど、これをこう、被ってですね、それでこう、作業をするという。これ、なんでお前持ってんだとかっぱらってきたのかって言われるかもしれないですけど、これ面は一人一個で、これ買い取りなんですよ。要は会社にあるからそれつけろっていうわけにはいかないじゃないですか。で一人一個なんで、これは自分の買い取った面ですので、これ僕のなので、仕事辞めても家にあると、ということであります。もう別に盗んできたわけではありません。ちゃんとした仕事に耐えられるようなこういう、マスクですね。はい、すごいですよ、ちゃんとしてるやつ。はい、結構するんですよこれ。ということで、こういう面をつけてですね、アルバイト。これがね、日給1万5000円ぐらいでね、結構いいアルバイトだったんですよ。で、まあ、いいアルバイトも何も、発がん性物質が舞い散ってるところで作業するので、それぐらいはもらわないと割に合わないんですけど、まあ、とにかくその時は、なんか金が欲しかったんですよね。まあ、自己破産する寸前ぐらいだったので、日銭が欲しくてしょうがなかったので、そういうアルバイトをしてましたね。で、まあ、会社は家の近所にあったので、ちょうど良かったというか、なんか社長はね、まあ、個人でやっている会社だったんですけど、社長はなんかメキシコのプロレスラーみたいな、すごい、190センチで、120キロみたいな、なんかゴンザレスみたいな、そういう男、そういう社長だったんですよ。で、なんか俺に喧嘩で勝ったら、給料倍にしてやるみたいな、そういう社長だったんですけど、まあ、勝てやしない。もう腕なんかすごいんですよ。もう太い、とにかく太くてでかい、社長だったんですけどね。そういうところで半年、もういなかったかな。3ヶ月ぐらいその赤面の除去のアルバイトをしてて、で、そこから、ちょっとユニックの会社に移ったっていう、まあそんな感じなんですけど、そのまあ前後ぐらいにですね、鋼材輸送の、トラックに乗ってました。まあやっぱトラック人生劇場なんで、トラックの話しないと話にならないで、まあ、新日鉄系の、材料を運んでたんですけど、平車ですね、10トンの平車で、まあスーパーグレートだったんですけどね、それで鋼材、その会社は別に何でも運ぶ会社で、とりあえずなんか特殊鋼みたいなアルミのペラペラのも運ぶし、普通に新日鉄に入ってこう丸棒とか、あとはパイプとか、あとはコイルなんかも運んでるっていう、まあ何でもやるよっていう会社で、ちょっと1年ぐらいそこでも働いたかなっていう、その仕事は結構良かった。給料も良かったですし、でなんか人間関係も悪くなかったんですけど、やっぱりなんかクズばっかりいまして、
元ヤクザのおじさんとか、で、現ヤクザのおじさんとか、で、未来のヤクザのおじさんとかですね、小指がない人もたくさんというか一人か二人いましたし、まあ、そういう川崎の京浜地区ならではみたいな、そういうおじさんたちが、たくさんいた、お仕事場でしたね。うん。まあ、なかなか面白かったし、給料もそれなりに良かったしですね、まあ、面白かった。そこでやっぱりね、こう、破天荒な人もまたいる。破天荒なのはなんか若い子で、まあ、破天荒と言うと、もうこの男しか僕は頭に出てこないぐらいの、ものすごい破天荒な男。まあ、仮に W 君という、言い方、まあ、渡部君、まあ、W 君、W 君という、男の子がいましてね、同じぐらいの年の子で、その破天荒エピソードはまたちょっと別で一本動画になるぐらいのボリュームがあるので、W 君の話はまた破天荒な男のシリーズとして撮ろうかなと。まあ、そこで、まあ、知り合った、人なんですよね。で、その、まあ、運送会社自体も、まあ、いい加減な運送会社で、まあ、社長がやっぱりなんかでっかい。社長はなんかね、マス大山みたいな人だったんですね。知ってます？マス大山。これです。はい、瓶切りのマス大山。大山マスターズみたいな、そういう、まあ、そういう社長でしたね。うん。で、まあ、息子が2代目で2人いたのかな。で、まあ、仕切ってて、まあ、そいつらがなんか偉い態度がでかくて面白くなかったっていう感じではあるんですけど、まあ、そこもすぐ辞めましてね。喧嘩して辞めたのかな。はい、もうすぐ辞めちゃうんだよね、僕ね。そして、ユニックの会社に入ったと。で、8トンユニックで石材輸送、石材ですね、輸送の会社、また石材の業界に戻ったって感じなんですけど、そこの石材輸送の会社でだいたい10年ぐらい働いた感じになります。なので、トラック人生劇場としては、まあ、ここで一旦一区切りになりますね。まあ、あっちこっちフラフラ行って、仕事、この仕事ってやったんですけど、最終的にはやっぱりユニックの仕事を8トン車でみたいな、それが僕に一番向いてた。うん。で、地場仕事で、1日、1便やって、まあ、朝積んでですね、朝に、要は、岐阜とか、そこら辺、まあ、茨城とか、その辺からですね、朝、材料が集まってくるんですよ。まあ、建築材とか墓石とかなんですけど、それが集まってきて、で、それをですね、朝に積んで、フォークリフトで自分で積んで、で、各現場に、持っていく、まあ、朝市の現場ですね、で、持ってって、下ろして、みたいなんで、帰ってくる。で、午前中に帰ってくるので、もう午後便をもう1便走るか、まあ、走ってから、港に、明日の材料とか、まあ、移動する材料、横持ちの材料を持ってきて、で、次の日の分を積み置きするならする。朝積みだったら、そのまま終わり、みたいな感じで、3時ぐらい、15時ぐらいには終わる仕事で、まあ、その仕事、ユニックの仕事ですね、結構僕は気に入ってですね、で、給料は、まあ、そんなに高くはなかったんですけど、安くもなかった、みたいな、当時。で、その、まあ、仕事とか会社、もう中小企業だったんですよね。本社が、もう西の方にある、会社だったんですけど、まあ、割かし自由にやらせてもらえるような会社で、まあ、アホばっかりで、で、なんか気楽だったんですよね。で、現場関係の仕事僕好きだったし、で、機械物の操作、ユニックとか、あとフォークリフト乗ったりとか、そういうのも良かったし、で、朝だいたい6時とかから、まあ、夕方3時、4時ぐらいまでなので、時間的にも割かし良かった。うん、というので、その仕事は結構長く続いたんですよね。で、そこで、違う会社に出向に行って、港でフォークマンやってみたり、倉庫の出庫管理やったりとか、で戻ってきて配車係やったりとかですね、まあ、いろんな経験をさせてもらいました。まあ、結果的にはですね、ちょっと辞めましたけれども、10年ぐらいなんだかんだ行ったり出たり入ったりで10年ぐらいいたんですけども、結果的に辞めて、で辞めてよかったなと、やっぱり今のやり方というか、現代の運送会社のやり方には全く馴染めない旧態以前の運送会社で、向こうやってるとですね、古い連中が出てきて、お前それじゃダメだよみたいな、何ですかね、社長とか専務とかわかんないですけど、偉そうなやつが出てきてですね、いや、そんなやり方してたんじゃダメだよみたいな感じで、こう直されたりするんですよ。自分のやった仕事こうだよ、し完璧にできた、終わったと思ったら、偉そうなのが出てきて、あ、ダメダメ、そんなんじゃダメだからみたいな感じで全部ひっくり返されて、で、はい、やり直しみたいな、もうそれが 2,3 回あったら、もうやる気なんかもう初めからそんなにないやる気が、もう、あ、もういいやみたいな。はいはいはい、あ、こうやればいいんだよねみたいなね、もう昔からのアホなやり方でやればいいんでしょみたいな、運転手が苦労するだけだけど、あ、これでいいんだよねみたいな、あ、そこでいいんだよみたいな、そんな感じでですね、あ、つまんないみたいな感じで辞めましたね。うん。で、まあ、そこを辞めてから結構
そのまあ辞めてからというか、その終わるぐらいの感じ、もう辞めるか辞めないかぐらいの感じの時に、僕はちょっと人生に疑問を抱き始めまして、なんかこれでいいのかなみたいな、その時初めてですね、自分の人生のこう道が、あれこれじゃねえなって気づいたのが、そこの会社の最後の方っていうか、こんなことやってたんじゃ、もう俺このまま終わっちゃうなみたいな感じで思ったんですよね。その時に初めて僕は会社をサボるということをしました。まあこれ動画、結構昔の動画にもしたんですけど、その頃までは会社をサボる、仕事をサボるなんてことはもう1ミリも頭の片隅にもなくて、でうちの親父もなんか職人肌の親父で、なんか仕事って男は仕事なんだと、仕事してなんぼなんだみたいな、そういうなんか教育を受けてきて、僕もそうだと思ってて、もう誰もやんないような仕事も率先してやったし、まあ誰も出ない日も僕が出ますみたいな感じだったし、とにかく仕事をすることが自分の存在価値みたいな感じで思ってて、で仕事サボったことももちろんないし、風邪ひいてたぐらいでは普通に仕事して出てたし、まあ休むことサボることっていうことは一回ほとんどなかった。インフルエンザかかっても仕事してたぐらいですからね。はい。で、仕事している途中に、きつくなって、いや、すいません、俺もう、インフルエンザ、実はインフルエンザなんですよと、もうちょっときついかもしれないですって言ったら、一緒に仕事してた社長が、いや、てっちゃん、俺もだよ。って言われて、お互いやっぱ同じところで仕事してるので、お互い二人でインフルエンザかかったまま、もうでもやるしかねえよみたいな感じでやって、で夕方になったらちょっと社長楽になりましたねみたいな、やっぱりそうなんって、まあインフルエンザかかったまま仕事してたりとかね、とにかく仕事に穴開けるっていうことはしなかった。うん。でもなんかその時にこれじゃ違うんじゃねえかなと思って、その日初めて会社に電話して、ちょっと体調悪いんで今日休みますっていうのを多分人生で初めてぐらいに言ったんですよ。もう20年ぐらいやってきて仕事、まあトラックの運転手含めずにまあ昔からいろんな仕事やってきましたけど、多分初めてぐらいに、すいませんちょっと体調悪いんで今日休んでいいですかって朝に電話して、で会社の人にもびっくりされて、でまあ休んだんですよね。で休んだからとてやることはないですよ。俺ちょっと違うなって思って急に突発的に休んだので、で、まあ、自転車漕いで会社に向かう途中になんかふっと違うなと思って休んだので、何もすることないですよ。で、会社に行く途中だったので、で、ちょっと近くに公園あったんで、そこに座って缶コーヒー飲んでタバコ吸いながら、通勤してる人たちを見て、これじゃねえな、みたいな、どうすっかな、みたいな、なんかそれをね、ひたすら悩んだのがその時でしたね。で、まあ何をするべきか、何をしたら、望む自分に近づけるか、みたいなことを、その時真面目に本気で真剣に考えたのがその日だったんですよね。別に何の、なんかこう、予備動作もなくいきなりなんですけど、急にこれじゃねえって思ったっていう。はい。で、会社休むって電話したら、普通は、なんだお前風邪ぐらいで出てこいよみたいな感じのノリになるんですけど、休んだことない僕が電話したもんだから、どうしたんだ大丈夫かみたいな、救急車呼ぶかみたいな、なんか、もう大騒ぎになっちゃって電話の向こうで、いやいや、そんなんじゃなくて、ちょっと払いたくて、ちょっとさすがに行けないと思いますみたいなこと言ったら、もうゆっくり休んでいいからねって、すごい逆に心配されちゃいまして、で、まあ、それで休んだ。まあ、ずる休みなんですけどね。完全に嘘ついてずる休みしたんですけど、その日が人生初のずる休みで、で、そこで公園でしばらくタバコ吸いながら、なんか考えてて、で、そこからちょっと事情、ゆっくりとなんとなくこう、このままじゃいけない。で、僕、もともと小説家になりたかったとか、そういう、全国をこう、回って、絵日記を書きたいとか、単車で全国をこう、旅したいみたいな夢は昔からずっとあったんですよ。で、そういう夢に向かって今いるのかって考えたら全然向かってないなぁと。このまま仕事してても僕の自分の夢にたどり着かないなっていうことがその時考えて気づいたので、じゃあ、方向転換しなきゃ、みたいな。どうすれば、自分の夢に、まあ、夢は叶うかどうか分かんないけど、近づくことができるかな、と。夢の方に向かって、ちょっとずつでも近づきたいな、その方法はどうすればいいかな、って、その日に一歩踏み出した、的な感じですね。かっこつけて言えば。まあ、その日にちょっとそういうことを考えて、これじゃダメだ、みたいな感じで、
で、その日は終わったんですけど、そこからちょっと考え方を変えてですね、まあ、自分で仕事をやろうかなとか、まあ、なんかしないといけないな、みたいなんで、今の仕事でいると、もう使われるだけで安月給だし、まあ、居心地はいいですけれども、まあ、これじゃ、先ないな、と思って、違う仕事探そう、みたいな、そこで、そこまで不満ではなかったんですけど、違う、やっぱいい仕事あればそっちに行った方がいいな、とか、考え始めたっていうのがその時ですね。なので、まあ、何の、きっかけもなく、いきなり予備動作も何にもなく、いきなりドンと、人生の転機が来て、そこからちょっと、道が曲がったっていう感じになるんですよね。そこから、まあ、いろいろ、職を変えて、やっぱちょっとタンクローリーの仕事いいんじゃないか、みたいな、そういうのを思って、タンクローリーばっかり、行くようになったり、ブラック企業がいいなと思って、ブラック企業でたくさん金を稼いで、その金を元手になんかやればいいのかな、とか、ブラック企業ばっかり行ってみたりとか、そこからちょっとちょっとなんか波が立つ人生になったというか、そうなっていきましたね。ということで、ちょっと長話になってしまいましたけど、トラック人生劇場、まあ8トン車のユニック、まあ8トンとか、あとまあ4トン3トンとか、まあ、あとは10何トンみたいなユニックも乗った、その会社でいろいろ乗ったんですけど、まあその会社の仕事はすごく良かった。良かったけれども、自分の夢の方向には向かってないと気づかされたのも、やっぱり安定した低空飛行のその会社だったっていう感じですかね。そこからまたちょっと転職人生10年ぐらい、落ち着いてですね、ユニックの仕事をしてたんですけど、そこから、その会社をまあ辞めて、またちょっと波のあっち行って辞めてこっち行って辞めてみたいな、そういうまあ転職人生が僕の中で始まりますよっていう、まあそこで、今回、第8話かな、第7話かな、わかんないけど、そこは終わりになりますね。どうもありがとうございます。次からまたいろんなトラックの仕事が出てくるかなと、思います。以上です。ありがとうございました。ごきげんよう。